った1日4粒飲むだけで美人の仲間入り、ね、ぜひしていきたいですよね。はい。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。私結構ね、食のあのセミナーもね、講座とかもやっているので、体の栄養素っていうのはものすごく結構重要ポイントとして置いているんですけども、すごくアレルギーだったりとか、あと花粉症、そういった時に効きやすいっていうこちらのスープ、こういうことを、こういうのをね飲んでます。はい、こちら、はい、どうですか。あのこれね、こちらに載せておきますけども、サバ缶、レンコンね、この辺はねすごくあのアレルギー体質の方とか、あの花粉の人とかっていうのすごくいいんですね。あとあのプチトマト入ってますね、抗酸化に強いっていうことでね。であとあの味噌スープにしてあるので、味噌もね、あの抗酸化力をすごくアップさせてくれるっていう、もうまずこう底上げですね、免疫力の底上げっていうことで、こちらの方をあの飲んでるんですけども、やはりね、食べ物ってあの体調によってもね、この吸収力がすごく悪かったりとか、あとね毎日毎日同じものを、飲んでると飽きちゃったりとかねするので、あと外食も多かったり、私あの結構外食が結構ね多いので、でこのね、スープを作っても、あのいろんなねバランスをとっても、プラセンタだけの栄養素だけは取れないんですよね。あの結構その時に、必ずあの足りてないなと思ったらサプリメントっていうところで補助として、飲んでます。私あのまあ講座ではね、体の中からね、いつもね外側をやってるんですけども、体の中からはね、しっかり栄養素をねちゃんと取って美肌になっていきましょうねって言って、こうランチとかね、そういったものをあのいつもあのお出ししてるんですけども、それだけじゃねなかなかね、私たちね、いろいろ、まあ、ちょっと疲れが取れないわとか、あとなんかね肌が乾燥しちゃってとか、あとあの花粉症もあのすごくあの私もねあるので、ちょっとそういう時期にはサプリメントをあの結構ねいろいろあの試してみたりとかあのする機会が多いので、いろいろねやっていくんですけども、今回はね銀座ステファニー化粧品の方からプラセンタの方の、ご提供がありまして、やはり私何回も言ってるんですけども、あのいろんなのをね、あの本当に吟味重ねまして、1ヶ月ぐらいちゃんと飲んでみて、あのちゃんとこう自分の体に変化があるのかないのかっていうのを試してみてから、皆さんにどうだったかっていうのを言うっていうのを決めているので、いっぱいご紹介できないんですけども、今回のプラセンタ良かったです。今回おすすめのサプリメントは、こちらの方の、プラセンタのサプリになるんですけども、ね、プラセンタって皆さん飲んでます？はい、プラセンタってね何がいいのってよくあの聞かれるんですけども、あの結構ね、あの哺乳類の、胎盤ありますよね。あの出産する時にね、赤ちゃんをこうお腹の中で育ててあげている、これにすごい栄養素がたっぷり入っているので、この胎盤があの体に必要な栄養素がたくさん入ってますよっていうことで出ているのがプラセンタのサプリメントになっております。はい、このサプリメントね、いっぱいある中でなんでこれをね、すごいおすすめるのかっていうのは、やはりね銀座ステファニーあの化粧品さんってすっごい歴史がありまして、14年間もあのこのプラセンタをね、出してるそうなんですけども、良くないものってあの淘汰されていっちゃうじゃないですか。もういいものだからずっとね、このあの皆さん飲み続けて、体にいいと思って飲んでる方がすごい不安が多いっていうことで、まずそこ私は結構ねあの注目します。この、プラセンタ100個あって一粒ね、この一粒に、9000mg も入ってる、あのこのね、50倍の濃縮したプラセンタが入ってるそうなんですね。
で通常はだいたいね20倍ぐらいでお聞きしてますね。これをギュッて入れたのが50倍濃縮っていうことで入ってるそうなんですね。これすごいすごいですよね。はい、あのプラセンタね50倍ね濃縮ギュッとしてるだけじゃなくて、あの私たちの年代って40過ぎてくるとあのコラーゲンとかねエラスチンとかがどん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 減少していくんですね。あのまあ生産がどんどんストップしてくるんですね、体の中の。なので、減っていくばっかりになるんですけども、それらのね、コラーゲンエラスチン、あとあの成分でねあの構成される成分が入っていたりとか、あとアミノ酸がね14種類も入っているので、まあすごいこの栄養成分入りすぎっていうぐらいちゃんと整えてくれています。はい、こちらの方に書いてあるのもそうなんですけど、ビタミンね B2B12E ね、こちらの方もねしっかり入ってるっていうのは、美肌にとってもう本当にねビタミン B2 なんかも必ず入ってないとね、いけないっていうぐらいあの足りてないです。で、あのビタミンって水溶性と油溶性があるんですけども、ビタミン B 群っていうのはすごい肌にいいんですけども、水溶性なのであのね体の中にご飯食べてたりとかしてもね、あの朝だけあのサラダ食べててももうねあのどん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 出ちゃうんですよ。なので朝昼晩っていうのはしっかりね取って常に入れてないと減ってしまうっていうビタミンなので、しっかりね補充いくらねしても足りないんじゃないのっていうぐらいの、ね、補充しなきゃいけないので、すごく助かります。なのでねこれ4粒ですよね。4粒飲んだだけでね、あのそれらのものが全部網羅されるって、私たちのまああの老化を気にする世代にはねすごいたまらないなと思っております。今回は安全性っていうところでねすごくこだわりますよね、サプリメントって。こちらの方は酪農の先進国のデンマークの、厳選したねお墨付きの豚さん、衛生証明書付き、今回ね、まず安心してまず試してみました。はい、プラセンタっていうのは人工的には絶対作れないって言われるぐらいもう栄養素がねギュッと入ってるって言われてるものなんです。で、このプラセンタだけじゃなくて、ヒアルロン酸だったりとか、コラーゲンだったりとかね、あとビタミンだったりとかっていう結構ね必要なものがたくさん入ってるオールインワンの、サプリメント。あとプラセンタって歴史がすっごい長い、紀元前でねからあのプラセンタって私もね飲む時って結構いっぱい調べるのでね、やった時にすっごいあのクレオパトラとか、ね、楊貴妃さんとかあの、まあ、世界の美人って言われてる方がもうその時からね、注目していて、プラセンタっていうのをちゃんとね飲んでいたっていう記録があるそうですね。あのだからもうあの若返りっていう、ねものっていうのはもうほんと昔から、ねプラセンタっていうのがすごいな、たった1日4粒飲むだけで美人の仲間入り、ね、ぜひしていきたいですよね。はい、私このでっかいサイズ、ね、もうすでに飲み切っちゃってますけども、今回本当にね花粉症とかね、あと肌にあのこう潤いと透明感が出てきたのが、ね、2週間後ぐらいかな、ちょっとね あれ変わってきたなっていうことと、あと今年ほとんど、1月飲んでない時1月に結構花粉症でねすごいこう反応してたんですけども、飲み始めて1ヶ月ぐらいして今の状態全然花粉に反応してない状態になっているので、効いているのかなと。あと私結構お酒をねすっごい飲むので、本当にね体がしんどい時とか、あと付き合いでねお酒の席が多い時に肝臓がしんどい時に、プラセンタの、点滴を打ちに行ったりとかねたまにするんですけども、わざわざね行くと
結構ね、病院とかって結構並んでたりとかするとね、結構待たされたりとか忙しいとなかなか行けないんですけども、あ、サプリメントだったらね、あ、結構気楽に毎日飲めて、あ、時間内とか忙しい人には向いてるなと思いました。値段なんですけどもね、プラセンタ結構ね、お値段するものすごく多くて、で結構ね、高いのって言うとね、飲んでみないと分かんないわっていう方いらっしゃいますよね。はい、太っ腹でございます。はい、今回ね、こちらのスタートパックっていうのが30粒入っていて、これが1週間分です、ね、1日4粒飲むタイプなのでね、これ1週間分が3888円なのが、今回初回ね、限り500円で、提供してくれるそうなので、皆様ぜひ飲んでみたいなと思う方は概要欄に、貼っておきますので、ぜひ試してみてください。はい、そうするとね、この1週間飲めるタイプと通常のものもね、こうやってね、大きいもの、こちらの方は100粒入ってる、パックになっております。こんな感じですね。はい、ぜひ、ね、このお試しいただければなと思っております。私が、ね、ちょっとこう飲み続けたいなって思っている理由は、自分の老化っていうところに気になるところっていうのもあるので、ね、ちょっとね、続けて、飲んでいこうかなと思っております。実際ね、本当に飲んでみて、まあ、1ヶ月ぐらい、飲み続けてるんですけども、やはりものすごく朝ね、結構ね、爽やかに起きれるっていうところと、あとこのね、肌のちょっとこう敏感肌だったのがね、少し収まってきたりとかするのが実感としてもあるので、ちょっとね、1、2年はまず続けて飲みたいなと思っております。今日はご紹介いたしました。もしね、よかったら下のね、概要欄に貼っとくので、ぜひチェックしてみてくださいね。最初お試し価格安くなっておりますのでね、ぜひ気になる方はね、飲んでみても損はないと思います。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。